皆さんこんにちは、原田博之の語り引きライブアンコール気分、もう1年を超えてですね、また夏がやってきたという感じですが、初めて CD を出したのはルオーというバンドだったんですけど、小曲集という小さなアルバムの1曲目が小曲、小さい曲、小曲って言いました。その曲を行く先も決めずに手を組めるような友達でいようと誓ったんだよ。待ち合わせもせずに集まってはいつも時のないあの店で笑ったんだよ。くだらないほどに僕が夜明けまでもずっと風を待つように夢を膨らませて、風にあおられて僕ら登り詰めたけれど、通じ合う言葉をいつかなくしていた。先も決めずに手を組めるような友達でいようと誓ったんだよ。もう一曲、未収録なんですけど、白旗と白星っていうねちょっと曲をやってみたいと思います。コウさん負けました。すごい人だね君は。でもそんな君を親友に選んだ私、僕はやり直せたんだ。今回の勝利の決め言葉は意外にも白旗だったね。勝利勝ちました。実はおまけに負けました。でもそんな勝ち負けを親友だから超えてゆく。いつまでも同点機種でいたいね。で僕は歌うよ、いつの日か君の元へ届くよ。悔しさも痛みも喜びも分かすこと今は
げた白旗を星の形に切り抜いて白星に変えて送るよ白星に変えて送るよという曲でございました。白旗と白星というね、わっっていく曲ですね。こんな曲も昔は歌ってたんですね。また見つけて歌いたいと思います。おまけのコーナーになりました。ですね、クラシック化専門店ですね、アピアさんというところの曲を、じんちゃんとあいみちゃん仲良く二人でやっているクラシック化専門店アピア、作り手の思いを受け継ぐクラシック化っていい車、不便でも手がかかっても時には故障で困っても付き合い方が分かると愛着が湧いてきます。京北の山奥で優しく誠実にお客さんのこだわりに応えます。修理して使い続けることの大切さ次の世代に伝えたい、クラシックカーアンレストレーションアピア。アピア、もうサウンドロゴというにはちょっとちゃんとした曲になっておりましたけれども、アピア聴いていただきました。どうもありがとう。